今回紹介するのは、日本の給料職業図鑑、プラスという本です。障害賃金も加えた第2弾、日本の職業375種、サラリーマン系職種も登場し、さらにレベルアップした新世代職業ガイド、楽しみにしておりました。ネットでもラジオでも第2弾の話を聞き、 1> 第1弾を購入していた私はとても嬉しく思いました。中身は新しく追加されたジョブ職業情報とイラストが紹介されており第1弾と被るジョブはありません。ですが終盤に小さいですが追加情報とともに第1弾のイラストが掲載されており第2だだけでも満足できるボリュームになっていると思います。 個人的には第1弾のイラストが好みですので、第1弾もおすすめします。ファンタジーゲームみたいで面白いです。第1弾の書籍とともに本棚に置いてます。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。